はい、今ですねモンテネグロの首都ポトゴリッツァにいます。ポトゴリッツァで本日2014年の8月の15日日本でいう終戦の日です。日本がね69年前にね連合国に負けた日です。で今市街中心部共和国広場にいるところなんですけど、見てください。これね、宣伝かな、スロットボルケーノだから多分このカジノがあると思うんですよ。スロットがそこが、そこから入るのが。でその中にねコナミのやつがあります。見てください、コナミね。でこんな感じでねスロットマシーン、よく海外にあるカジノでねスロットマシーンっていうのは、コナミが作ってるねスロットマシーンが本当に多いです。今までねいろんなとこ行きました。シンガポールね、オーストラリア、あとエストニア、イギリスね、ベトナム、まあ他にもありとあらゆる国のねカジノに行ったんですけど、コナミのやつが多かったです本当にね。まあ、こんな感じでコナミ製の、スロットマシンが置いてる感じです。日本にあるスロットマシンというのはね、まあ、基本的にそのサミーだとかアルゼとかね、要するに在日韓国朝鮮人帰化人が経営してるとか多いんですけどね、これに関してはコナミです。